さん、おい、番頭さん。全く誰もこの男のところへ訪ねてきたことはねえかどうだか、もう一度よく考え出してくれねえか。と、半七は番頭に聞いた。さあ、私はどうも思い出せませんが、それでも私の留守の間に誰か来たことがあるかもしれませんから、女中どもを一応調べてみましょう。 番頭は下へ降りていったが、やがて引っ返してきて、去年の暮れの28日に、隣町の豊吉という飾り職人が一度訪ねてきたのを、女中の一人が知っている。ただし、その時は陣営門は留守で、豊吉はそれぎり訪ねて来ないということを報告した。その豊吉というのは、どんな人間だえ以前は、 小博打などを打ってあまり評判の良くない男でございました。と、番頭は説明した。しかし、去年の春頃からすっかり硬くなりまして、商売の方を身を入れますので、この頃は懐都合もよろしいようで、11月には品川のおまさという女郎を受け出して仲良く暮らしております。いくら品川でも、 女一人を受け出すにはまとまった金がいる。たかが飾り職人が半年や一年稼いでも、それだけの金ができそうもねえ。何か金主があるなそうでございましょうか。金主はきっとこの人営もんだ。もう大抵わかっている。しかしこのことはめったに言っちゃあならねえぞ。この南京玉は俺が少しもらっていく。半七は、 一つ紙の南京玉をたもとに入れて、品の屋からすぐに隣町の裏長屋を訪ねると、飾り職人の豊吉は、眉の後の青い女房と長火鉢の前でねぎまの鍋をつっつきながら酒を飲んでいた。おい、飾り屋の豊というのはお前かそうでございます。少し用がある。そこまで来てくれ。どこへ行くんでございます 豊吉の目はにわかに光った。まあ、なんでもいいから番屋まで来てくれ、すぐに返してやるから。行けませんよ、親分。と、彼は早くも半七の身分を悟ったらしかった。私は、決して番屋へ連れて行かれるような覚えはありませんよ。何かのお間違いでしょう。強情だな、まあ、素直に来いというのに。ぐずぐずしていると、ためにならねえぞ。だって、親分。 むやみにそんなことを言われちゃ困ります。私はこれでも、木の職人でございます。なるほど。以前は御金星の手慰みなんぞをやったこともありますが、今じゃすごろくのサイコロだって掴んだことはありません。まったく片木になったんでございますから、どうかおめこぼしを願います。まあいいや。そんなことは出るとこへ出て言うがいい。何しろ、お前に用があるから呼びに来たんだ。俺が呼ぶんじゃねえ。 これが呼ぶんだ。彼の前へ掴み出したのは、かの南京玉であった。それを一目見ると、豊吉はもう何にも言わないで、すぐに長火鉢の引き出しを開けた。普段から忍ばせてある鰹節小刀をその引き出しから取り出して、彼はそれを逆手に持って立ち上がろうとするとき、半七の掴んでいる南京玉は、青も緑も白も一度に乱れて、 彼の真っ向へさっと飛んできた。蜜しをくらってひるむところへ、半七はすかさず飛び込んで、その刃物を叩き落とした。ねぎまの鍋のひっくり返った灰かぐらの中で、豊吉はもろくも縄にかかって、町内の地震盤へ引っ立てられた。やい、豊、てめえ、手向かいをする以上はもう覚悟しているんだろう素直に何もかも言ってしまえ。てめえは、 死なの屋に泊まっているジンエモンとどうして近づきになったと、半七はすぐに銀味にかかった。別に近づきというわけじゃありません。去年の暮れに一度訪ねてきて何か手分庫の錠前が壊れているから直してくれというので宿屋に見に行きましたが、あいにく留守でこっちも忙しいのでそれぎり行きませんが、そのジンエモンがどうかいたしましたかしらばっくれるな。 さっき南京玉を見たときに、てめえはどうして顔の色を変えたさあ、ありてに申し立てろ。てめえ、なんでジンエモンを殺した他にも同類があるだろうみんな言ってしまえ。でも、親分、無理ですよ。なんで私がジンエモンを今も言う通り、たった一度しか会ったことのない男を、なんで殺すはずがあるんです察してください。と、 豊吉はあくまでも抗弁した。まだそんなことを言うか。俺が無理か無理でねえか、南京玉に聞いてみろ。と半七は睨みつけた。てめえがいつまでも強情を張るなら、俺の方から言って聞かせる。あの、陣右衛門というやつは正直な田舎者のように化けているが、あいつは確かに偽金使いだ。豊吉の顔は、 愛のようになった。どうだ、図星だろう。と、半七が畳みかけていった。あいつが南京玉を買い集めているのは、偽金の金に使うつもりだ。あいつらのこしらえる偽金の地金は、貧乏どっくりのかけらを細かにすりつぶして使うんだが、それがこの頃はだんだん上手になって、小さい南京玉をぶっかいて地金にするということを、俺は兼ねて聞いている。 それも一軒の棚で一度に買い込むと人の目につくので田舎者のふりをして方々の棚から少しずつ買い集めていたのにそういねえ。てめえは飾り屋だ。あの陣営門とグルになって偽金をこしらえる手伝いをしたろう。どうだ。これでもまだ白を切るか。豊吉はまだ黙っていた。まだ言って聞かせることがある。と半七は 嘲笑いながら言い続けた。てめえは、いい女房を持っているな。あの女はいくらで品川から連れてきた。その金はどこで都合してきた。てめえたちが一年や半年、世の目も寝ずに働いたって、女郎なんぞを受け出してくるほどの金はできねえはずだ。その金はみんな、人へもんから出ているんだろう。ここまで問い詰められても、豊吉はまだ強情に口を開かないので、 彼をひとまず番屋に繋いでおいて、半七はさらにその女房を呼び出して、彼のうちへ普段近しく出入りするものを調べた。その結果、同じ職人の源氏と勝五郎、四谷の酒屋、張間屋、伝兵衛、青山の下駄屋、石坂屋、吉兵衛、神田の金物屋、大宮、黒江門、麻布の米屋、千倉屋、長十郎の六人を召し取って、 いちいち厳重に吟味すると、果たして彼ら一同、凶暴の偽金使いであることが明白になった。雪だるまの底に埋められていたジン門は、上州大田財の生まれであるが、今は一定の住所もないのである。彼らが、南京玉を原料として作り上げた偽金は、もっぱら一部金と二部金とで、それを、 江戸でばかり使っていると発覚の早い恐れがあるので、ジンエモンは田舎者に化けて、旅から旅を渡り歩いて、巧みにそれを使っていたのであった。それにしても、ジンエモンを誰が殺したのか。それは、まだわからなかった。